下っ腹が引っ込まない、食後にお腹が出やすい、お腹をいつも膨らんだ状態にしてしまう、そういった方は今回の動画を最後まで行うことで必ずお腹が引っ込んでいきます。1回でもたくさんの方が引っ込みました。一番最後の超おすすめな四つん這いプランクがすごい効果的に使えますんで、お腹のへこむ姿勢体に身につけて最後のメニューにチャレンジしていきましょう。膝を曲げた状態で片足抱えましょう。これでキープです。今日も頑張っていこう。片足曲げると腰が床につきやすいと思います。ちょっと浮くよっていう人はしっかりねお腹を引っ込めて腰を床に押し付ける感じ、息をふーっと長く吐いてみてね。お腹に力を入れるっていうよりはお腹を引っ込める、薄くするイメージです。肋骨を開いてお腹をペコーっとへこませてみて、だんだんと腰がね床につきやすくなりますから。も一緒ですね。膝抱えて床に押し付ける感じ、お腹をねしっかりグッと引っ込めていきましょう。きついメニューないから最後までやろうね、頑張ろう。初めは少し腰が硬いんでちょっと膝をねグッと抱えたら、ちょっと腰痛いなって人はちょっと戻してください。反り腰の場合腰が硬いからゆっくり伸ばしていいからね。少しずつね足伸ばしても腰が床につくようにできますので、リラックスしてやっていきましょう。息しっかり長く吐いてください。 OK、 じゃあまた反対足です。今度は曲げてる足を、ね、伸ばしましょう。メニューの間は15秒あるよ。これで床を押し付けます。難しくてもだんだんできるからね、ゆっくりやっていこう。姿勢が変われば綺麗に痩せるよ。お腹も足も変わってくるよ。骨盤を起こすイメージすると反対の伸ばしてる足がちょっと膝がね曲がっちゃうんですが、これは良くないです。足をピンと伸ばしてお腹を薄くする感じ、薄くする感じで腰が床につくのが一番いいです。息は長くふーっと吐いた方がいいです。できればね足入れ替えるときも腰が浮かないようにゆっくりね足を入れ替えていきましょう。だんだんできてくるよ。お腹を薄くする感じで、腰が痛かったらたまに足伸ばしていいですよ。マイペースでいこう。これがねどのメニューも基本になるんでしっかり身につけていきましょう。腹筋やったら腰が痛い人とかもこれやったら治ってくるよ。四つん這いの動きもうつ伏せの動きも立ってる動きも全部ね腰を床につけるような体幹を安定させますから。 OK、 今度もう一回反対足を抱えて、今度は足を浮かしたり下ろしたりしましょう。足が重たかったら少し膝曲げていいですよ。自分のペースでやりましょう。伸ばしてる足をちょっと浮かしてまた下ろします。腰を床につけたまんまです。腰が浮きやすかったら膝曲げてね。無理せずにやった方がいいですからね。息は長く吐いた方がいいです。辛かったら足上げなくてもいいですよ。無理せず最後まで頑張ってみてね。ゆっくり行きましょう。足を入れ替えていきましょう。腰の隙間がねできないように踏ん張る。休憩短かったら動画を止めて一回休んでもいいですよ。マイペースでいきましょう。息は止めないように注意してください。すごい地味なねシンプルな動きなんですが、これがねもうめちゃくちゃ大事ですから、お腹がへこまない反り腰の人はね絶対これを身につけてください。反り腰が治って姿勢が良くなればこれもすごく簡単になってくるよ。毎日続けてみたら実感あるから続けてみてね。まずは今日1回分ゴールしよう。 OK、 今度は手を使わずにいきます。この状態で腰を床につけます。足が重たかったら少し手で支えていいよ。無理せずにいきましょう。
腰がね浮きそうな場合は一回膝抱えてちょっとリセットしてください。腰つけてまた戻す。とにかくお腹をねずっと引っ込めておきましょう。結構意識がね難しいですからね。右足や左足を少し動かしてみると腰をつけやすい位置があるからいろいろ探ってみてね。腰ができるだけ床から離れないように足を入れ替えてみてね。メニューが分かったら休憩してもいいですよ。しっかり腰を床に押し付ける感じです。やり方が分かったらね、もうスマホ置いて集中してもいいですからね。お腹を引っ込めて、おへそを顔の方に向けるイメージ。お腹を引っ込めて、床に押し付ける。腰の隙間は人によって違うのでピタッとつかなくてもいいですよ。今よりも少し腰の隙間が減れば OK。 今度は両膝曲げてちょっと左右に揺らしましょう。膝の角度は90度をイメージしてね。腰をつけたままです。揺らすのは少しだけでいいです。上半身は楽にして腰床つけて左右に転がすイメージです。大きく揺らすと体が倒れちゃうので少し揺らしたらいいですよ。無理せずやりましょう。薄くしましょう。じゃあ今度は右手を伸ばして左足も曲げてこのまま腰床つけましょう。少し腰が浮くくらいなら OK ですよ。手と足をね、遠くに伸ばすイメージ。もし腰が浮く場合はね、ちょっと一回膝曲げてまたつけて調整しましょう。床から離れてもだんだんできてくるからね。これがもう基本になりますからね。しっかりこれを身につけて土台エクササイズやってもね、お腹がへこんでくる姿勢作れますから。慣れてきたら姿勢がマジで変わってくるよ。足を床へね、手を伸ばして、背中を薄くして、腰を床に押し付けます。手足を遠くに伸ばすイメージです。お腹がへこみにくくなったら、動画を一回止めて、ちょっと休んでもいいよ。お腹の力が弱ってくるので、腰もまた隙間ができやすいんで、もし隙間ができだしたらね、ちょっと休憩してね、動画を止めてまた続きやってもいいです。 OK。 じゃあ今度はね、肘をついて腰を床につけながら交互に膝をね曲げていきましょう。辛いうちは寝たまんまでもいいよ。お腹を引っ込めないと腰浮かつかないんで、しっかりお腹をぐーっと下に引っ込める感じで足を曲げましょう。肘の位置や幅を変えるとやりやすい位置があるからいろいろ探してみてね。もし難しかったら寝たまんまやってみてね。息しっかり吐きましょう。あともう少しですからね、頑張って。 OK。今度はこういう感じで膝を抱えていきましょう。足が重たかったら片足ずつ膝曲げる感じでもいいですよ。自分のペースでやってください。腰を床につける感じです。体柔らかい人は膝が顔に当たらないように注意。お腹に力を入れるというよりはお腹の表面の力を抜いてお腹をへこませるって感じです。頑張りすぎると三日坊主になっちゃうからマイペースでいいよ。辛い種目は休んでてもいいよ。自分のペースでやっていこう。あと少し。じゃあ今度は順番です。
3倍からお尻を出して腰を丸めましょう。お尻出して腰を丸める。お尻緩めてお尻を締める。キュッとお尻を締めます。お腹を引っ込めます。お腹引っ込める感覚慣れてきたら緩めずに止めたままで動いてみましょう。腰が丸くできるとお尻はあんまり下げない方が上手にできるよ。 OK、 じゃあラストです。引っ込めたまま手を前に伸ばして体を前に出して、これでキープです。出ない。お尻の力を抜かないように頑張ってみて。これ最後だよ。できるだけ肩が頑張ってまっすぐのイメージです。楽だよって方は手をもうちょっと前にしてください。お尻が緩まないようにお腹をどんどん引っ込めます。あと少しで終わるよ。みんな頑張ろう。最後最後、3、2、1。 OK。腰の隙間を埋めるのが難しかったよって方はコメントで教えてください。